第10号東北電力女川原子力発電所の再稼働を行わないことを求める意見書の提出について市民の声鶴岡を代表して賛成の立場で討論をいたします。東北電力女川原発2号機は今年11月頃の再稼働を目指していると報道されております。この原子炉は1995年稼働、29年経過した爆発事故を起こした福島第一原発と同様のリスクを持つ沸騰水型原子炉であります。女川原発は我が鶴岡市から約150キロに位置します。先般も東北大地震津波研究の権威今村文子先生の講演を聞く機会がありましたが、地震大国日本は今どこでいつ地震が起きてもおかしくない地震活動期であります。能登半島地震ではもし珠洲原発が建設され稼働していれば福島原発事故以上に甚大な被害が引き起きたのではないかという指摘があります。女川原発にもさらに絶対に事故が起こらないという保証はどこにもありません。万が一の事故が起きたとき、その影響は計り知れず、この鶴岡市にも危機が訪れかねないのであります。この意見書やこれまでの討論において、地震津波のリスクのことについては詳細に述べておられましたので、私は原発再稼働が認められない他の理由についても意見したいと思います。SDGs 未来都市である鶴岡市は、持続可能な社会を目指していると思いますが、持続可能な社会のための発展の定義としてスウェーデンの学識者が開発したナチュラルステップの定義があります。その定義には4つのシステムの条件があり、1つ地殻から掘り出した物質の量が増え続けない、2つ人間が作り出す物質の濃度が増え続けない、3つ自然が物理的に劣化しない、生物多様性の尊重であります。4つ人々が満たそうとする基本的ニーズを妨げないというものであります。原子力発電は持続可能性のこの条件4つ全てに違反しております。再エネであっても立地場所が適切でないと3番と4番に違反することになります。スウェーデンでは92の自治体がこの定義を自治体の総合計画に反映し、エココミューンとして再エネをはじめとした持続可能な開発に注力しているのであります。原発についてはドイツ政府が2011年の日本の原発事故をきっかけに2022年までの脱原発を表明し、バックキャスティングアプローチにより当時17基稼働していた原発を次々と廃止し、昨年2023年の4月15日に原発ゼロを実現しました。現在再エネ率は 50% を超えています。この間このエネルギー革命エネルギーベンデによりドイツの巨大企業シーメンスは原発事業をやめ、風力発電をはじめとする再エネ事業に舵を切り、労働者はグリーン産業への移行が行われました。火力発電や原発の雇用から再エネ雇用への転換を、雇用や地域経済の影響を最小限に抑えながら行うことを公正な移行と言いますが、ドイツ政府は2011年から10年で約200兆円もの投資をして公正な移行、エネルギー転換を進めてきました。現在再エネを中心にグリーンニューディールによる持続可能な雇用や経済が生み出されております。今アップルを筆頭に大手企業は RE100 を謳い、グリーンな再エネ 100% 電力しか使いません。サプライチェーンにもそれが求められているため TSMC も再エネ 100% を目指し、そのためもあって現在台湾では洋上風力発電がどんどん建設されているのであります。これが世界の経済のトレンドであります。原発の電気はサステナビリティを追求する世界の企業や自治体のニーズではないのです。そのため原発に投資する企業もほぼ皆無であります。よって国政府が後ろ盾しなければ成立しないのが原発の現状なのであります。原発に固執する日本政府の姿勢は血税を無駄にするだけではなく、世界の潮流であるグリーン経済の芽を潰し続けているのであります。2011年原発事故の際には
政治官僚業界学識者報道の癒着構造という原子力村で作られた安全神話が取り沙汰されましたが、13年しか経ってないのに原子力村や安全神話は復活の様相であります。喉元過ぎれば暑さ忘れるになっていないでしょうか。今なお一歩間違えれば首都圏まで甚大な放射能汚染の危機にさらされた2011年の原発事故の教訓を胸に、この9月に女川で約30年ぶりに再稼働反対のデモを行った女川宮城の市民をはじめ、市民社会に立つ学識者、弁護士、裁判官、議員らは原発反対を唱え続けております。気候危機を救う方策としても原発依存は答えではないというのが国際的に市民社会の常識となっております。今我が国はエネルギー基本計画の改正時を迎えておりますが、政府は原発依存からの脱却を図り、持続可能な発展の定義を満たすエネルギー転換を果たすべきです。具体的には22キロ以上の離岸距離を確保し、海洋空間計画 MSP を定めた上での浮体式洋上風力発電の開発や、建築物の壁や窓への太陽光パネルの設置など再生可能エネルギーへの重点投資を行い、公正な移行とグリーンニューディールを通じて経済を立て直すべきであります。2011年4月16日私も参加した代々木公園のさよなら原発10万人集会で、目の前で福島の後に沈黙しているのは野蛮だ、これが私の心情ですと発言され、昨年2023年3月28日に他界した元 YMO の国際的な音楽家坂本龍一さんは、亡くなる直前の3月11日に新聞各社にメッセージを送っております。読み上げます。2011年の原発事故から12年、人々の記憶は薄れているかもしれないけれど、いつまで経っても原発は危険だ、いやむしろ時間が経てば経つほど危険性は増す、コンクリートの劣化、人為的ミスの可能性の増大、他国からのテロやミサイル攻撃の可能性など、なぜこの国を運営する人たちはこれほどまでに原発に固執するのだろう。ロシアによるエネルギー危機を契機に、ヨーロッパの国々では一時的に化石燃料に依存しながらも持続可能エネルギーへの投資が飛躍的に伸びているというのに、我が国ではなぜ未完成で最も危険な発電方法を推進しようとするのかわからない、発電によって生まれる放射性廃棄物の処理の仕方が未解決で増えるばかり、埋める場所もない、事故の汚染水処理水も増えるばかり、事故のリスクはこれからも続く、それなのに何かいいことがあるのだろうか。世界一の地震国で国民を危険にさらし、自分たちの首も絞めるというのに、そこまで執着するのはなぜだろう。以上、絶対に復讐を忘れない、地震津波老朽化などによって生じる爆発や放射能汚染などの命のリスクを未然に防止するとともに、地球の環境を守り持続可能な発展経済を実現したい、私たちはこの女川原発の再稼働を認めません。女川原発の再稼働中止を強く求めるものであります。議員の皆さんの賛同を求めます。以上、この意見書への提出への賛成の登録といたします。